お姉ちゃん、久しぶり。久しぶりだね。連絡してこないでって言ったよね。久しぶりの妹からの連絡なのに冷たいよ。ゆうじくんと付き合ったことまだ怒ってるの？別に怒ってないよ。じゃあなんでそんなに冷たいの？もしかしてまだゆうじくんのことを好きとか？それもない。じゃあなんで？わからないの？あんたが嫌いだから。ひどい。今さら何の用なの？あのね、ゆうじくんと結婚することになったの。そうなんだ。おめでとう。ありがとう。それだけ？前はゆうじくんお姉ちゃんの婚約者だったじゃん。私が結ばれちゃってごめんねって思って、一応報告しとかないとかなって。そう、いらない報告ありがとう。そんなこと言わないでよ。結果的にゆうじくん取っちゃったみたいになっちゃったけど、私がゆうじくんの運命の相手だっただけだよ。お姉ちゃんと出会う順番が違っただけなの。どうでもいいよ。ごめんね。それでさ、お姉ちゃんも結婚式来てくれないかな？さすがに行かないよ。席は入れたの？まだだよ。結婚式終わってから入れるの。同棲とかはしてるの？結婚式終わってから一緒に住むよ。今は物件探し中。そっか。結婚式には行けないけど、写メくらい送ってよ。わかった。私、幸せになるからね。結婚式終わったよ。すごい素敵な式だった。そっか。おめでとう。綺麗でしょ？そうだね。お姉ちゃんも早く相手見つかるといいね。余計なお世話だよ。だってゆうじくん取っちゃったし、責任感じて心配だよ。そう。ところで席は入れたの？おととい入れてきたよ。そっか。これでゆうじくんは私の旦那様になったから、取り戻そうとしないでね。そんなクズ男取り戻そうと思わないわ。ひどい。私の旦那様悪く言わないでよ。ねえ、一生支え合って一緒にいるって誓ったんだよね。当たり前でしょ。じゃあこれから大変だろうけど頑張って。どういう意味？あいつ家事もしないし、家にお金入れないし、パチンコ大好きな借金持ちだよ。嘘言わないで。本当だよ。だってお姉ちゃんと付き合ってる時そんなこと言わなかったじゃん。そうだね。ゆうじと付き合い長かったし、私の収入があるからあまり気にしなかったの。私の収入で余裕で生活できたからね。だからそんなクズ男だけど、愛の力であんたが支えてあげな。私仕事してないし無理だよ。お姉ちゃんどうにかしてよ。なんで私がどうにかするのよ。こんなこと知ってたらお姉ちゃんから取らなかったよ。お姉ちゃんに返す。そんなクズ男いらんわ。それに私結婚してるから。聞いてないよ。言ってないからね。ゆうじと違って優しくてしっかり者の尊敬できる旦那様だよ。何それ、ずるい。交換してよ。バカじゃないの。するわけないでしょ。私はこれから携帯の番号を変えに行くし、海外に引っ越す準備もあるから。またね。運命の相手と末永くお幸せに。電話出てよ。どうにかして。ふざけるな。この後ユミはユージを問いただし、借金のことを聞いたみたいです。結婚当初はユミが昼夜働いて生活していたらしいのですが、我慢できなくなり1年ほどで離婚したようです。ユミは離婚してから病んでしまって実家に引きこもっていると噂で聞きました。今日もスカッとしたところで皆様にお知らせがあります。ついに緑のネタ帳もチャンネル登録者1万人突破いたしました。これも皆様のチャンネル登録と高評価のおかげです。本当にありがとうございます。これからももっと皆様に楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。ということで、
新チャンネル作っちゃいました。パッパカパーン。その名もゲスのラインを食べ。まだ少ないですが、すでにゲスーいライン動画を公開しておりますので、概要欄のリンクから飛んでご視聴、チャンネル登録をよろしくお願いします。もちろん緑のピタチョウもまだまだ毎日投稿していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのグッド評価が今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。